ワースピと一緒に学ぶ Web 3.0! イエーイ！はい、皆さんこんにちは。私たちホワイトスコーピオンです。葵です。夏です。ニコです。そしてコインブックです。よろしくお願いします。お願いします。今回は、暗号資産について詳しくやっていきたいというふうに思ってます。はい、はい。ちょっと振り返りになるんですけど、暗号資産の特徴っていうところをちょっと画面に出しています。デジタル通貨の一つで、インターネット上で物とかサービスの支払いに使えます。あとは価格が変動するっていうところが、まあ、特徴としてあります。はい。あとブロックチェーンの技術っていうのが使われていて、そうですね、一つ一つの情報が、まあ、ブロックの中に入っていて、それがチェーンでつながっていて、でさらにその一つ一つのブロックを、まあ、みんながいろんな形でこう分散して持っているっていうような形でございました。はい、ブロックチェーンどうでしたか。まあ、難しかったと思うんですけど、少しは身近になってきましたかね。もう答えれそうです。私はさすがです。夏とかはでもなんか全く知らなかった時と比べて、もっとブロックチェーンについて知りたいなっていいですね、思いました。はい。まあ、ぜひ、この動画を通してですね、少しでも興味を持っていっていただければいいなというふうに思ってます。はい、はい、はい。ワーピー。でまず暗号資産はこれまでの通貨とは何が違うかっていうところを入り口で話していきたいというふうに思います。まあ、日本でいうと法定通貨っていうと、まあ、円ですね。はい。まあ、ここにちょうど1万円があるんですけど、まあ、日本でいうところの1万円、円に関しては日本の政府がですね、これが1万円であるっていうことをまあ保証しています。だからチェーンはずっと1円ということで保証されていて変わらないんですけど、かたや暗号資産の方に関して言うとですね、変わらないものも稀にあるんですけど、大体のものは価格が変動します。へー、変わっちゃうんですね。で、まあ、変わらないものに関しては、まあ、ステーブルコインなんていうふうに言われてるんですけど、細かい部分もあるので、これはまたいつか説明の機会があったらしたいなというふうに思っています。はい、はいはい。あとですね、こういった現金の場合はですね、誰がいくら持ってるかみたいなところは分かんないんですけど、暗号資産の場合はですね、どこのウォレットを、ウォレット覚えてますか、葵さん。お金ですか。ウォレットです。カード、カード、お財布ですか。お財布です。そう、お財布です。素晴らしい。はい、そう、どこのウォレットにいくら何暗号資産入ってるかっていう情報が実は公開されています。大丈夫なんですか。で、何回か話出た通り、最近何億円分のビットコインが流出したみたいな話あったと思うんですけど、そういったのもですね、そういった動きから分かりますし、あとですね、例えば大きい金額が移動するたびに、このウォレットからこんだけ移動したよみたいな、ずっとそういうの見ている人たちもいて、はい、怖いですね。でもそうなんですよ。でも、何回か申し上げている通り、ウォレット自体はどこのウォレットかっていうのは分かるんですけど、それを誰というのまで紐付けるのは難しいので、例えばその僕たちみたいな暗号資産交換業者に預けていれば、まあ、その個人までは特定できなくて、あそこの暗号資産交換所にはこんだけの暗号資産があるねっていうことぐらいまでは分かると、まあ、そういったどこまでの情報が公開されていて、どれが公開されていないみたいなところを、まあ、きちんと気をつけて暗号資産なりウォレットっていうのを管理していかないと危険です。ちなみに私たちが暗号資産を持つときはいくら持ってるかとかはどこで見れるんですかね。暗号資産交換所、まあ、取引所に預けている場合は、まあ、取引所のページにログインしてもらうと、いくらどれくらい持ってるかっていうのは分かる。例えばネットバンキングで銀行にログインすると、何円持ってますみたいなと同じ感じで暗号資産交換業者に持ってる場合は分かる感じになっています。その他にもですね、まあ、ソフトウェア上でウォレットっていうものもありますし、デバイス、まあ、物ですね、物でウォレットっていうのも存在しているので、そういったものをこうパソコンなりにつないで残高を管理することっていうのができます。でウォレットにはですね、アドレスっていうその銀行でいうところの、まあ、口座番号みたいなものがあって、あとウォレットにはですね、ホットウォレットっていうものとコールドウォレットっていうのがあります。暑い、寒い、暑い、冷たい、冷たい、はい、あったかいと冷たいみたいな、夏と冬、はい、まあ、そうですね、ホットウォレットっていうのはネットワークに常につながっているもの
を指していて、何かこう急に使いたいなみたいな時に、まあ、そこからどっか支払ったりとか使ったりっていうのができるので、そういった意味では便利なんですけど、ハッキング外からこう攻撃されて、そこから暗号資産取られちゃうみたいな事件の大半はそのホットウォレットっていうところを攻められてやられているので、もう一方の概念であるそのコールドウォレットっていうのはネットワークに常につながっているものではなくて、ネットワークから切り離されているところにあるウォレットのことをまあコールドウォレットと呼んでいるので、まあ、そういったところに預けている方がまあ基本的には安心なんですけど、逆にネットワークにつながってないから使うとか、日本円に換えるみたいな時には一手間かかっちゃう、ちょっと面倒くさいなみたいなところがあります。もう一つ、暗号資産を語る上でですね、暗証番号みたいなものが存在していて、まあ、それをですね、暗号資産の世界では秘密鍵っていう風に呼ばれているものがあります。秘密鍵、なんかワクワクする。なんかファンタジーみたい。ね。秘密鍵っていうのはですね、非常に長い文字列でして、パソコンなどにですね残しておくと不正アクセスされてしまって流出してしまうみたいなこともあるので、暗号資産を大事に、まあ、たくさん持ってる人とかきちんと理解している人は実は紙とかにその秘密鍵っていうのを書いて管理しています。じゃあ紙に書くとか以外だとなんかこういう覚え方あるよとかあるんですか？あとハードウェアウォレットっていうものが存在していて、代表的なハードウェアウォレットでこのトレザーっていうのがあって、実はこの中で秘密鍵を管理するっていう方法もあります。これはもう暗号資産を動かしたい時にこういうふうにパソコンにつないで、秘密鍵を連携させて動かすっていうこともできるといったところです。なので、まあ、こういったこうテクノロジーを使うものと、さっき言ったみたいにこう紙に書いて金庫に入れてしまっとくみたいな、その2つのやり方が、まあ、あるのかなと思いますね。そこだけちょっとアナログな感じ。そうなんですよ、 Web3 なんて言いながらも最終的に紙に戻るんかいみたいな、そんな感じが、はい、確かになんか面白いですよね。でもそれってもし秘密鍵っていうのをなくしちゃった、忘れちゃったらどうなっちゃうんですか？おっと、そうなんですよ、秘密鍵は本当に重要で、秘密鍵がなくなると取り出せなくなります。あら、今までのが全部ですか？全部です。はい、秘密鍵を誰にも共有することなく、例えばお亡くなりになってしまいましたみたいなところになると、たくさんある暗号資産でも取り出せなくなってしまうっていうケースも多々あると。そうなんですね。はい、ただまあ大体そう、どっかパソコンをどっか奥の方を探っていくとですね、出てきたりもするので、まあ、そういったのを専門に発掘している業者、いるんですか？すごい。あ、じゃあ私はその人になんか手探りでちょっと連絡してみようかなっていう。例えば1億円分の暗号資産持ってました、でも秘密鍵なくなって分かんないですって言った時に、そういった業者に対してもじゃあ成功報酬で半分もらうから。半分結構高い。高い。まあなくなるよりかはね、そういったところで探してた方が、あったらいいですよね。はい、ワスピ、あと暗号資産って支払いに使ったりもできるんですよね？そうなんですよ、はい、さっき話した T シャツの販売も実は NIDT の支払いでやらさせていただきました。じゃあ今まで買った人もみんな NIDT で支払いしてる？そうですね、うちのコインブックの T シャツに関しては全部NIDT の支払いで買っていただきました。あの T シャツは NIDT で買ってたのか。そうだから持ってる人はみんな NIDT 持ってたですね。はい、ちなみに私らはもらいました。ちゃんともらいました。ありがとうございます、来ていただいてありがとうございます。はい、お気に入りです。他にもですね、暗号資産を、まあ、送金、どっかの、まあ、口座というか、まあ、ウォレットアドレスに送るっていうこともできるんですよ。振込手数料みたいなのってかかるんですか？そうなんですよ、かかるんですよ。それを暗号資産の世界でガス代っていうふうに呼んでいます。ガス代、はい、ガス代、はい、はい、ガス代っていう、はい、マイニングってありましたけど覚えてますか、夏さん？マイニング、マイニング大丈夫、ニコさんはきっと覚えてる。なんかするともらえるやつです。そう、その通り。あ、やった。ハッシュ値です。ああ、
一つ一つの情報がブロックにつながっていて、でつながる際にその発出値見つけて、見つけた人に報酬が出るって話があったと思うんですけど、発出値を見つける行為をマイニングと呼んでいますと。はい、でこの数字を見つけるために、まあ、あのいろんなコンピューターがたくさん電気を使って、で一番早く計算値出した人が、答え出した人が報酬をもらえる。でこの報酬って誰が払ってると思いますか。で今度は葵さん言ってみましょう。でも払うんですもんね。はい、それは多分それなりに暗号資産いっぱい持ってる人じゃないと払えないんじゃないですか。うん、お、そうですね。那須さんどう思います。サトシ中本。おっと、結構強めな名前出してきましたね。はい、サトシ中本って、はい、あの実はビットコインをあの最初にあの論文を書いた人で、ただあのその人が誰かっていうのは未だに謎でして。そんなことあるんですか。はい、そう、でたまにあの俺がなサトシ中本だって言って出てくるんですけど、だいたい偽物と。あ、私は今それしようとしたそういったマイニング報酬っていうのはもともとそのビットコインなり、まあ他のチェーンもそうなんですけど、その仕組みの中でどういうふうに払うかっていうのがきちんとルール化されていて、もともとのその暗号資産の配分の中でこの分はそのマイニング報酬で渡しますよみたいな感じで決められていることが多いので、誰がっていうよりかはそのブロックチェーンの世界の中でルールが決まっていて、まあ、それによってあの報酬が支払われてるっていう、そんな感じになりますかね。はい、ちなみに手数料は決まってるんですか。実は決まってなくって、送金をするときに自分で決めることができます。で、大体その一般的な相場みたいなのは存在するんですけど、ただあの例えばあの俺の送金早く送ってくれみたいな時は高めにあの暗号資産を積むと早くやってくれる。あのディズニーランドのファストパスみたいなの。そういうことか。本当に急ぎとか、まあ、結構多額のもので早めに決済したいみたいな時は高く積むこともできるし、あとは時間帯みたいなものでもこの時間は安くできるとか高くできるとか、そういったのもあるので、安い時間にそういったあの取引をやるっていうのも一つ手としてはある。時は金なり。最後にですね、まあ、暗号資産の種類について、まあ、見ていきましょうか。じゃあここでまた問題でございます。はい、なつさんですね。はい、現在暗号資産ってだいたい何種類ぐらいあると思いますか。暗号資産って、はい、1億多いですねそんなないんじゃない。5000とか。はい、5000、はいはいはい、10個。3000。はい、10個はないでしょ。まあ、大体なんですけど、今、まあ、2万種類とか、まあ、3万種類とか、そのぐらいあるっていうふうに言われていて、これをまたどん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 新しいのができているっていう状況です。じゃあ知ってる暗号資産とかってありますかね。ビットコイン。お、ビットコイン。 NIDT。 NIDT。 ほら来た、それ以外で。イーサリアム。お、え、何それ。素晴らしい暗号資産ですよね。そうそうですね、あのイーサリアムさっきもちょいちょい出てきました。はい、な、え、あ、でもワードはさっき聞きましたか。スマートコントラクトとかの下りでも出てきましたね。うん、はい、はい、まあ、いくつか有名どころもあればあんまり知られてないのもあるといったところでございまして、まあ、大変申し訳ないところなんですけど、まあ、NIDT っていうのはその暗号資産業界の中でまだまだ全然知名度としてはこれからというところもあって、今日本でもまあ2つの取引所しか使ってなくて、世界にはまだ出ていなかったりもするので、まあ、今後ちょっとそういったのも増やしていかないといけないなっていうところはあるとです。はい、はい、暗号資産は、まあ、法定通貨みたいに通常あのアルファベットを何文字かの略で呼ばれることが多いです。ビットコインであれば BTC、 イーサリアムであれば ETH、 まあ、イーサって呼ばれるんですけど、そんな感じでございます。ビットコインとかイーサリアムは前回言ったそのブロックチェーンの、まあ、名前なんですよ。あれ、なんか忘れてませんか。お、あ、 NIDT。 そうですね、はい、 NIDT についてはアイドル 3.0 プロジェクトの、まあ、根幹ではあるので、ちょっと細かめに時間を取って2回ぐらいでやっていこうと思うので、まあ、次回あの NIDT をテーマにお話を進めていければというふうに思います。はい、はい、ホスピー。でどうでしたか、今回の、あの暗号資産全体っていうところに関して言うと。
今日過去一難しかったかもしれないです。すごい頭使いました。秘密鍵、秘密鍵だ、うん。秘密鍵を忘れないようにしなきゃだ。ちょっとそそられますよね、秘密鍵っていうワードは。気になりますね。はい、かっこいいね、ちょっとだけ、ね。かっこいい。なんかミステリーものの小説に出てきそう。ありそう、ね。ちょっとゲットしたいかもしれない。ね、じゃあ、先ほど言いました次回とその次は NIDT をちょっとテーマにやっていこうと思います。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回もまた見てくださいね。